さんでした。平八郎です。2対0ライオンズ勝利。レオ泡がこぼれてる。いただきます。あーうまい。はい、美味しいです。夜勤終わり、風呂上がり、勝利の美酒最高です。今日のおつまみはポークジャーキー。なんか沖縄にねちなんだおつまみでもなんか用意しとけばよかったですね。気が利かずすいません。いただきます。はい、美味しいです。というわけで、ね、今日は喋り流れですいません。っていうか昨日か、すいません。昨日ね、沖縄開催最終日、ライオンズ先発与坂ハイト7回を無失点、見事なピッチングでした。地元開催よく頑張りました。それでいて相手ピッチャーの上原健太も沖縄出身。地元同士のバチバチのぶつかり合い、お互い7イニング投げ無失点。まあすごい投手戦でしたね。投手戦の一言では片付けられないような、この同郷同士の本当にこのバチバチのぶつかり合い、お前には負けねえぞっていうね。あの与座がピンチを抑えれば上原もピンチを抑える、なんかこの攻防がずっとずっとこの7回までいったというような感じじゃないでしょうか。まあ僕は昨日夜勤で、5回までしかね試合の方は見れませんでしたけども、均衡を破ったのが8回殿崎修太、おとといに続きアップルタイムリー、先制タイムリーを放つと、4番、渡辺別件がフォアボールを選び、5番中村武也がさらにセンターへのタイムリー、2点先制。そして9回表は増田達志大先生がね、先頭打者に加藤豪介にヒットを打たれる。僕あの時ね、ちょうど電車に乗ってた時かな。もうねヒヤヒヤしましたよ。テキストだけど。だけど続く清宮、さらに万波、最後は松本剛、パパパーンとやって3アウト、試合終了。レオホー、よかったです。ハラハラしたでしょう皆さん。最後はね、松田達志大先生がやっぱりね、ノーアウトランナーからね、やっぱヒットなり打たれるとそりゃハラハラしますよね。いやーよかった。まあしかしよかったんですけども、この与坂ハイト地元でのね凱旋登板、勝ち星つけてあげたかったね。勝ち星つけてあげたかったね。なんとか6回あたりのこの殿崎のチャンスでね、まあそこでヒットなり出てたら与坂ハイトに勝ち星ついたのになぁなんてちょっと思いましたけども、でも良かったのがヒーローインタビュー、与坂ハイト上がったじゃない。あれ良かったですね。あれは良かった。勝ち星つくつかない関係なく7回を投げて無失点で地元凱旋登板、そりゃヒーローインタビュー上げなきゃね。良かったよ。っていうかね、あの地元凱旋登板じゃなくても勝ち星つかない時だっていいピッチングする時あるじゃないですか、先発ピッチャー。こういう時は勝ち星つくつかない関係なくヒーローインタビューあげましょうよ。な、今日は8回に投げた、まあ、森脇パパにね勝ち星はつきましたけども、うん、でもナイスゲームでしたね。まあ、本当強いて言うならば与座に勝ち星をつけてあげたかったなっていう感じでした。まあ、その話もそうなんですけども、今日っていうか、やっぱり、昼間拓也いいですね。あの、ダイジェストでしか僕見てないんですけど、ダイジェストの、8回裏の先頭バッター昼間拓也、フォアボール選んで、よーしって声上げたじゃないですか。あれはいいですよね。あれ、ルーキーでなかなかできる選手いないと思います。あれで、ピンチ活気づくじゃないですか。いいじゃん、昼拓、仕事してる。まあ、おとといも、ヒット打ったし、最後の9回裏の攻撃の時も、セカンドの痛烈な当たり、あれもいい当たりだったし、もうほんと一日一善、昼間拓也、いい仕事してる。まあ今日は試合ないですけども、明日以降、昼間拓也、引き続き目が離せないなと思います。
といったところで今日の動画これで締めさせていただきます。チャンネル登録、高評価ボタン、コメントもお待ちしてます。インスタ、ツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。ちょっとビールね、一杯しか飲んでないんですけども、どうもろれつが良くない。結構一杯しか飲んでないけど結構酔ってます。はい、獅子に酔ってます。ジョッキじゃないけど酔ってます。本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。さよなら、ライオン。君が勝利の女神さ。